はい、昨日上げた動画で6一2す1 2括弧閉じるの計算が1にしかならないっていう話をしたんですけれどもまあそれでもやっぱりね9だと答えは絶対9にしかならないっていうね、えー、方々がね結構おられましたのでもう完全にね答えが9になるっていう人をねちょっと論破したいと思いますこの,回こ,のこの際ね、まあ、これはねあの全国の 9になるって、答えが9になるって言ってる人にね、もう見てもらいたいなと思います。はい。まず皆さんは、こういう算数にしろ、数学にしろ、ね、こういう数式っていうのは、ね、どういう時に使いますかね。これ自己満でやってるわけじゃないですよね。自己満で計算やってるわけじゃないじゃないですか。実際のそういうシチュエーションがあって、ね、初めてこういう数式っていうのが、 使われるわけなんですよ。ね。じゃあ、6割る2カッコ1足す2カッ閉じるが考えられるケースってどういう時だと思いますね。僕はこういう時だと思うんですよ。こう見てください。ね。例えば、6個のケーキをね、2つのグループで分けるとき、ね。その中に、ね。 二つのグループの男女で分けるとき、この男女っていうのをね、まあ、今回の問題ですれば、ね、に二つのグループがありますよね。で、その中に一人の男、そして二人の女の子がいると仮定しましょう。そうすると、ね、グループは男一人、女二人っていうふうになると思うんですよ。これが今回のこの式だと思うんですね。シチュエーションで当てはめるとするならば。じゃあ、 この男一人、女二人っていうのは確かに別物です。あの男性、女性別物ですが、何人で分けるかって考えた時に、ここっていうのは一緒に考えていいと思うんですよ。だから僕はここ、昨日はね、あの、あえて、う <laughs> るせえ。昨日はここ、あえて、ね、男の人、まあこれを仮に X として、女の人、これを仮に Y と仮定しました。 ね。まあ別にこれ、X と Y ってしなくてもですね。これをまとめて、A っていう形にしてもいいと思うんですよ。ね。今回は、男が1人で女が2人って分かってるわけじゃないですか。つまりは、3人なんですよ。この2つのグループの男女、これはつまりは、1つのグループに3人いるってことなんですね。この3人っていうのを A としましょう。ね。じゃこれを、ね。この6、6割る2、 A としましょう。ね。6割る 2A。この A っていうのは1、1たす2。この男の子1人と女の人2人。ね。これをまとめて三 A イコール3ですよ、これね。これを A とするんですよ。もうめんどくさいから。まあ、あの、括弧 X たす Y でもいいんだけどね。まあ、それはそれでいいんだけど、まあ、今回はもう分かってるわけだから、もう1人と2人っていうのがね。じゃあ、これね。どうなるの、どうなりますかこれ。 つまりは、こういうことですね。6個のケーキを、ね、2つのグループの男1人、女2人、まあ、いわゆる A ですよ。A で分ける。ね。つまりは、6÷2A が成立して、えー、この時の A は、えー、1たす2で3ですから、つまりは、ここ、ね。見てください。A は3ですから。3人ですから。 A は3ですから、6÷2A っていうのは6、6÷ ね、この 2A っていうのは A が3が入ると6になるんですよ。わかります意味。これ、これ重要。これすごく重要。ね。2A っていうのは A が3なんだから、ね、2A のこれを数字に直したら6になるんですよ。つまりは、6個のケーキを結果的に6人で分けるんだから、ね、1人当たりもらえるケーキの数は、 1>, 1個になりますよねっていうことなんですよ。皆さん。これ意味わかりますかつまりは、この数式がどういうことを求めるって、求めようとしてるのか。これを仮定したときに、じゃあ、これ6、6個のケーキをね、6人で分けたら1個になる。これってすごく自然だと思うんですよ。1人当たり1個になるとこれすっごく自然だと思います。じゃあ、皆さんがね、この数式、これ戻りますよ。これ。 6割2かっこ1プラス2が9になるっていうことはですよ。これ、1人当たり9個のケーキもらえるんですかこれ。6個の、6個のケーキから、これ1人当たり9個になっちゃいますよ。ね。これっておかしくないですか皆さん。じゃあ、ね、この6割、 2かっこ1たす2っていうこの問題が出るであろうシチュエーションを考えたときにですよ答えがじゃあこれが9になるときってどんなときですかね教えてくださいどういうときですか 6÷2 かっこ1たす2かっこ閉じるのシチュエーションで答えが9になるときのシチュエーションってありますかね 俺ないと思うんですよ。現実的に。ね。今日ね、それ、あのー、ちょっと奥さんとね、話してて、まあ、奥さんはね、なんかこのケーキがね、なんかケーキが割れちゃって、なんか3等分になっちゃって、ね。3等分になっちゃったから、これが18になったんだというような話をしてました。うん。じゃあ18、えー、を当てはめたらいいんじゃねっていう話になってくるんで、うん。なので、 ってことは、わざわざ6を出してくる意味ってないわけなんですよ。ね。その、この6個のケーキが分裂したっていう理論をするなら、じゃあ最初から6とか数字出してくんじゃねえよって話になるんで、じゃあ答えが9になるシチュエーションはこの式から考えられるでしょうかっていう話なんですね。じゃあ実務的にそういうシチュエーションを考えた時に、ね、この数式、まあ、ぶっちゃけ、あのー、ね、 まあ不十分ですけど、不十分だけれども、考え方としては自然だと思うんですよ。で、これを男を X にして女を Y にすればね、男が何人になろうが女が何人になろうが計算できるわけなんですよ。要するにね。だから、この答えが1っていうのが、ね、皆さん、非常に自然な考え方なんじゃないかなっていうふうに僕は思います。はい。どうでしょうかね、これ、答えが、 ま、9になるというようなことをね、あの、ま、皆さん、算数のルールで言えば、確かに9になりますね。算数のルールで言えば。でも、じゃあ答えが9になるときの、そういった、この、こう、数式が、どういうときの、これ計算だよって話なんですよ。考えるべきは。僕は、この数式が出るであろうシチュエーションを考えたときに、あ、まあそういう、 ことだろうなっていう風に思ったんで、これは答えが1になるのが自然だなっていう風に思いました。はい。皆さんは、これの答えが9になると思われるシチュエーションをぜひね、教えていただきたいなと思います。ね。あの、どういった時の答えを求める時に、これ、答えが9がしっくりくるのか、ぜひ教えていただきたいなと思います。どうでしょうか、皆さん。これで、多分ね、 これは答えが1にする方が実務的なんだなっていうのが多分わかると思う。そしたらね、これ1派が増えてくると思うんですよ。ね。これ、どうでしょうか。まあ昨日ね、1派が31%で、ね、9派が61%もいたんですけどね。これがもう逆転すると思うんですけどね。どうでしょうか。まあね、またちょっとね、いろいろ、あのー、 数学得意な人とかね。いろいろちょっと考えていただきたいですね。僕のこの考え方。で、この 6÷2a っていう考え方。ね。これ、多分皆さんね、ここにか、かけるが隠れてるっていう人、いると思う。まあよく言われるんですけど、こう、かけるが隠れてるって。かけるが隠れてるって、まあそれ、そのね。まあ、まあ、まあまあ、そのルール上はまあ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 ,まあ、まあ、わかるけれども、ルール上は。 でも、ものとしての考え方としては、ね、これを 2a って考えるのが自然じゃないですかと。ね、男の人 x、女の人 y、ね、2、x、括弧 x プラス y にして x、2x プラス 2y にする方が、物事の設備としてはしっくりきませんかっていう話です。はい。どうでしょうか皆さん、僕の話を聞いて、一派になりましたかね。もうこれはね、 皆さん一派になるなるら今もう素直に「一派になりましょう」もうねこれは9派の方はね是非どういった時のシチュエーションなのか是非教えていただきたいはい算数とか数学っていうのはね世の中の生活を便利にするための学びだと思いますので自己満足の計算をしてね喜ぶような学問ではないと僕は信じておりますはいということで皆さんコメントよろしくお願いいたします